はい、どうも、こんにちは、ゴットマンです。今回は、自分で、村を作ってみました。集まるまで、ちょっと待機しておきますので、集まるまで、カットします。はい、始まりました。やっと集まりました。さて、僕は何かな？はい、僕は市民です。はい。まあ、配役はまあ、市民4人、人狼2人、占い師1人。まあちょっと、漫画家の冴えている人狼ゲームを真似しました。はい、話し合いが来ました。おはよう、よろしくお願いします。ちょ、みんな髪アウト。ちょ、狩人ないねん、ここあかんねん。狩人出たらあかんねん。狩人ないねん。しかも初日占いないねん。狩人ないんだよ。あー、まあ勘違いですか。まあこれはまあよくあるあるですね。まあこれはちょっと初日限りの進行ってやつですね。これはもうちょっと初日限りです。あ、いや、もしかしたら出てないって可能性もあるんか。そやな。まあ大丈夫やろ。うん、まあ大丈夫。そうやな、まあ時間ないし、まああんなやな。もうこれ。これはもうあんな釣りしかないやろ、これ。誰釣る？まあここはアンナに投票やな。30秒前。まあこれはもうちょっと絵はまあ仕方ないよな、もうこれは。これはもう絵は大丈夫ってやつや。僕は慰めるのが一番ですよ。10秒前。ここはまあ霊媒がないんで。
まあ当然のことながら、まあここは死ぬと。多分これエマが真やから、多分黒あんのはロディかスーザンあたりじゃないかな。多分エマが死ぬと、明日ツリーって言うたらスーザンしかない。やっちゃうな。スーザンは、まあ、占いの出るところを、まあ、拒否してたから、釣るならエリックかな。30秒前。それか俺目線は、まあ、エリックかマイクしかないねんけど、これエマ噛まれんかったら、もうこれちょっとアンナ予言疑った方がええねんけどな。はい、朝が来ました。夜が明け、まあそこ死にますよね。まあそこ死にますよね。もうあそこ噛まれることは分かってましたよ。まあそこ噛まれるよな。いますね。これはもうちょっと完全にちょっと情報がないって感じですね。もうみんな怪しいところあげるってことやな。まあエリックかなって思うねんけど、ちょ待って、あのさ、ちょっと待って、これさみんな、ちょっと待って、これひどくない？ちょ、みんな息揃いすぎやん。ちょ、みんなちょっと意見合いすぎやろ。ここまでちょっと意見合う？これ俺だけ仲間外れやん今回。さあ、これスーザンが一番ムラメなんやけどな。俺からしたら三択やねんな。まあ、科目は疑われても仕方ないねんな。これ俺なんとなくやねんけどさこれなん、俺なんとなくしかないんけど、ほんまに俺
俺なんとなくで言ったかな、ほんまに。みんな意気投合しすぎやねん、ほんまに。統合するとは思わなかったよな。生きと全員マイクやで。俺だけさ、エリック選んで、みんなマイクやで。恐ろしいな、ほんまに。一分前。でもさ、今ちょっと現状を考えると、まあ、アンナが村で、エマが予言やろ？普通、まあ、自然に考えるなら。そうやな。30秒前。市民ツイート見るのが自然やろ、これ。自然。10秒前。まあ確かにな。まあアンナが黒であることをまあ祈るのみやろ。ここは、みんなに合わせるべきか、それとも、エリック精神を貫くかのどっちかやろ。みんなマイクに投票するよな、そりゃ。これも流れに身を任せます。ここはこれどうしよう、これはちょっともう流れに身を任すしかないよな。10秒前。はい、これで続くか続かないか。続いたらマイクは人狼、続かなかったらもう、負けですね。はい。あっさりやな、ほんまに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ほんまにちょっとこれは仕方がないな、ほんまに。まあこれは仕方ないで。はい、それじゃ今回はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、 Twitter フォローもぜひよろしくお願いします。まあ、充電的にチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさようなら、また次回の動画でお会いしましょう。